こんにちは、榎本美沙です。今日は甘酒クレープをご紹介したいと思います。甘酒でクレープ生地を作るとですね、すごくもちもちと仕上がってとっても美味しいです。でクレープってクレープ屋さんがやってるみたいにこう特別な道具とか使わないとできないんじゃないかなって思われるかもしれないんですが、フライパンでですねこう薄く伸ばす、フライパンをこう傾けながら薄く伸ばすだけで簡単にできる方法をご紹介できたらと思います。外で食べるイメージのクレープですけれども、お家で食べるととっても美味しくて、好きな具材でいろいろ楽しめると思うので、ぜひですね一度試してみていただけたらなと思います。では材料の説明です。こちらが材料になります。薄力粉、卵、塩ですね。でココナッツオイル、そして無調整豆乳、甘酒、ストレートタイプのもの、サラダ油になります。ではボウルにですね、まず薄力粉入れます。でお塩も入れます。で混ぜ合わせます。で混ざったらですね、中心の部分をこうくぼませます。でここに卵を入れます。で卵をですね溶くように、真ん中で溶くようにしながら、周りの薄力粉も混ぜていきます。周りに薄力粉がですね残らないようにこう混ぜ合わせていきます。はい、そしたら全体が混ざりましたので、そしたらここに油を入れていきます。今回ココナッツオイルですね。ココナッツの甘い香りがして、私はよくお菓子に使います。で、これを混ぜていきます。全体が混ざったらですね、今度は液体を少しずつ加えていきます。まず豆乳ですね、少し入れたらその都度混ぜていきます。はい、甘酒の方もですね同じように入れていきます。すべての材料がこのようにしっかりと混ざったら、こちらでですね生地の下準備は大丈夫です。これでラップをして冷蔵庫で一晩寝かせておきます。はい、生地が一晩置けたらですね、早速焼いていきます。生地は焼く前にしっかりと混ぜておきます。フライパンにですねサラダ油薄くちょっと引いておいて、でフライパンは中火で熱しておきます。はい、ではフライパンが温まったら、少し混ぜた生地をですね、お玉1杯分ぐらいフライパンに入れていきます。こうフライパンを回しながら生地を広げながら焼いていきます。周りがですね固まってきたら、一度火を止めて生地を裏返していきます。少し周りが剥がれたら、ここに菜箸をですね入れると剥がしやすいです。このようにして裏返していきます。で裏返せたらですね、ほとんど裏面焼く必要ないんですけれども、少しだけ焼いて、こちらでですねお皿などに出しておきます。残りの生地もですね同じように焼いていきます。はい、こちらでですね好みのトッピングで仕上げていただけたらと思います。生クリームでもいいんですけれども、今回は私は水切りヨーグルトといちごで食べていきたいと思います。こちらで完成です。
甘酒クレープの作り方いかがでしたか？今回はですね、水切りヨーグルトといちごとメープルシロップで食べましたけれども、以前蜂蜜レモンとか、あと、バナナとかで食べてもとっても美味しかったので、ぜひですね、いろんなお好みのものを具材にして楽しんでいただけたらなと思います。今回実はですね、ちょっと前にインスタグラムで甘酒クレープご紹介していたところ、レシピをお願いしますと言っていただけたので、今回動画にもしてみました。ぜひですね、参考にしていただいて楽しんでいただけたらなと思います。これからもいろんな料理をご紹介できたらなと思っていますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。